えー、今日のニュースでありますけれども、まあ、今日は午前中に「虎ノ門ニュース」というのをやってきまして、まあ、そちらのご覧になった人もい多,い多いと思いますけれども、えー、ちょっとやっぱりこのブログは視点が違うもんですからですね、えー、ちょっと繰り返しのところもありますがあ3つの大きなニュースを今日のニュースを取り上げたいと思います。えー、まず第一に、えー、プーチン大統領からですねウラジオストックの東京東方経済フォーラムで演説したあ内容ですね。 これは非常に重要なあの内容でしたというのはですね、えー、っと歴史的な転換点になるような演説だ,だったんですね、えー、それで、えー、っとどういうことだったかというと、まあ、北朝鮮の軍事についてですね、まあ、2つの重要なことを言ったわけですね一つが、えー、北朝鮮は草の根を食べるようになっても軍事開発をやめないだろう、えー、これはあの日本がですねかつてアメリカに、まあ えー、締め上げられるっていうかですね鉄鋼の輸出と石油の輸出を止められた時にですね、えー、当時の長野軍令部総長が、えー、戦争しなくても滅びる戦争しても滅びるそれだったら日本人の魂を貫いた方が子孫のためにいいから戦争して、えー、滅びるにしても戦争しようと、まあ、こう決意したと思うと同じことですからこれはまあ日本人にとっては まあ容易に、えー、と理解できるもう一つはですね、えー、もうアメリカを少し抜きにしようと,、えー、と北朝鮮の問題は北朝鮮の隣の韓国国境を接している中国とロシアそれから近くにいる日本、まあ、この5カ国で話し尽きようじゃないかと今まで 6, ヶ月6カ国協議と言ってたものを5プラス1、まあ、アメリカに参加させてもいいよというこういうことにしようという揺さぶりの演説ですね。 それからまあシベリア開発というのが非常に大切なので、まあ、ロシアにとってはですね、えー、そのついでにだんだんこの5か国で団結を深めてそして鉄道をおまあ朝鮮半島にも敷き日本も協力して一体となって経済開発をしようというそういう提案ですね。私の方は実はそれは危険なので大 <laughs> 国が入ると危険なので北朝鮮韓国日本台湾フィリピンインドネシアという6か国 同盟というのはどうかというようなことを言ってるんですが、まあ、いずれにしてもそういう新展開が見られるようになってきたというのが、まあ、今日のニュースでは一番、まあ、大きなものでありますそれから東京都のですね、えー、小池都知事になってから初めての政策がですね実は家庭の中の子どものいる家庭の中での、えー、喫煙の、まあ、禁止っていいますか条例ですから、まあ、禁止というわけでもないんですが、まあえー、やはり法令ですからね、うん、そういうものができました。これはですね 私はもともとタバコの禁煙は反対なんですが私タバコ吸いませんしタバコの煙は大嫌いなんですがそれでもですね私は禁煙自体に疑問を持っておりますまして今度の東京都のですね家庭内の喫煙の制限というのはですねこれはもう僕の、まあ、浅いかもしれませんが長い歴史の中で奴隷とかですねそういう人を対象にしてはあるんですけど。 国民を相手にですね、主権者を相手にですね、主権者に対して家庭内の行動について何かの制限を設けるっていうのはですね、もう到底考えられないですね。社会的に広く影響があるのでっていうのはわかりますけども、自分の子供の健康を守るために東京都が家庭の親,親に指令をするということはですね、もう逆転しちゃってんですよ。どっちが偉いんだって言うんですよね。 民主主義、まあ民主主義じゃなくてもですね、実はもうこれはあの、例えば、あ戦前のですね、大日本帝国時代にあってもですね、まあ大体立憲君主制ぐらいまで政治がいけばですね、家庭内の行動を制約する法律というのは、もともと法的にはやってはいけないことなんですよ。これ、違法なんですよ、違法。だから今度の東京都のですね、家庭内の喫煙を制限する条例というのは、もう完全な違法行為ですね、違法行為です。 それでですねなぜこういうのが違法になるのかってことなんですね。つまりですね、為政者が、為政者っつったって本当は公僕なんですけどね、為政者が国民の自由を制限し始めると、次から次からなって、ついに奴隷状態になるっていうのは、もう歴史のよくし示しているところなんですよ。ですからですね、日本国憲法も個人の幸福を追求する権利っていうのを認めていますし、 それから子供っていうのはですね親権者がその幸福を考えるということになって、えー、と本人と子供の幸福は一体であるっていうのは概念なんですよ。でですね例えば、あのー、家庭の中で、まあ、風呂上がりに裸になってたらですねわいせつ罪陳列罪になるとかですねだからそれはねもちろんあり得ますよ、えー、と人間たるものをきちっと着物を着てるべきであるとか説はいっぱいあるんですね。それからだかららだ今度のの場合の問題点はですねもちろんあの禁煙が 禁煙が賛成とか反対とかいう問題じゃないんですよ。禁煙に賛成な人もぜひこの条例だけは守らないでほしいんですね。っていうのはですね、これはもう禁煙が適切かとかそういう問題をちょっと離れてるんですよね。家庭内の行動を条例とか法律で制限するっていうことをし始めますとね、これはもうひどいことになるっていうか違法だから、これは多分裁判になったら東京都が負けると思いますけどね。しかし、 小池都知事っていうのは就任してからですね思い出せばオリンピック施設の問題があってあれあやふやですよねそれから築地と魚河岸の問題があってこれも最後になんだか分かんないんですよ今でもあの築地になったか豊洲になったかそれでこの前小池さんが演説したのおかしいのはですね AI が決めたって言うんですよ AI は自分ですって言うんですよなんかわけの分かんない精神分裂症みたいなこと言ってですね精神分裂症って今言っちゃいけないのかなえっと えーっとなんとかと統合失調症っていうんですけどね本当にもうむちゃくちゃですねですからその都知事っていうのはごまかすのがうまければいいのかとそれに今度のこの条例が都民ファーストっていう党の最初の条例ですからね話になりませんもうヒットラーでもこんなことしなかったんですよヒットラーがまあ禁煙っていうのは僕が嫌いなのは禁煙のタバコ自体ではなくて えーまあ、タバコ自体が科学的にちょっと疑問があるってことも科学者としてはあるんですけどもそれよりも統制したいという,こう上に立つ人がね俺たちは上だっつってお前らなんだって言うんだけどそれはね日本だって首相だって都知事だってね私武田邦彦よりかね判断力があるかどうかは分かんないんですよ。役割でそうなってるだけですからね役割と身分とは違いますから錯覚してもらっちゃ困るんですよ。まあ、それから似たようなものがありましたね。 えー、年金がですね約600億円年金の支給漏れがあったんですよ支給漏れですよ日本年金機構が悪くて間違って支給漏れをしたんですよ支給すべき人に支給しなかったんですよそうするともちろん相談しなきゃいけませんよね電話して問い合わせるその電話に出たのが5%なんですよ実にバカらしいんですよそれでそれを威張ってるんですよしかも有料電話なんですよ要するにですね本来であれば支給漏れがあったらえっ、ー と日本年金機構の人たちが徹夜して、えー、お詫びと説明に回んなきゃいけないんですよ。それがですねまあ役人っていうのはこうなんですよ。僕もね役人とおき合いしてねつくづく、まあ、名古屋市役所もねいい人すごくいるんですよ。いい人いますからいい人がいますよってことを最初に言わないと一生懸命やってる人に悪いから。しかし威張ってんのがいるんですよ。もうね全く常識と違うんですよ。市役所の方に非があっても来いっていうんですよ僕にね。 武田来いとで僕は、まあ、結構強いから「いや何ですかそっちがミスがあるんだから私のうちに来てください」って言うんですったらもう渋々ですよ。で仏頂ずらしてくるんですよ。ブサーっとして。ブスーっとしてきて「すいません」っつって帰るんですよ。だからねもうねそういう生活をしてる人は不幸ですね。まあ、ここに「人間の不幸は傲慢から」と書いてあるんですけど本当に傲慢な人あの市役所に勤める。 まあ、お子さんが市役所に勤めるって言ったらですね、さあ、どうだろうねって言ってあげてくださいね。市役所は安定してていいかもしれないせんけど、市役所に一生勤めていたら、その人は傲慢になるので、絶対に不幸になりますね。え、これはね、もう人間というものがそういうものなんで、しょうがないんですよ。私もものすごく注意してるんですね。えっ、ー、と、学校の先生っていうのはね、この非常に、あの、まずいんですよ。なぜがまずいかって言いますとね、なんか会合に遅れてもね、 え僕はサラリーマン時代は、まあ、何やってんだ遅れてって怒鳴られるでしょ。学校の先生になったら同じ私が遅れてもね、いや、先生お忙しいとこすいませんって言われるんですから。だからそういう生活を送っててね、まともな人間になるはずないんですよ。それでまともな人間にならないとやっぱり不幸が訪れるんですね。人間というのは周囲の人の感謝の心で初めて幸福になるんですから。まあ、その意味ではですね、本当にこう、 役所の人はいその事件が今度総額約6,000万円の年金の支払い漏れで日本年金機構がその説明につ40台の専用電話をつけてしかも有料だとねそれに出ないんですよかかってきても出ないんですよ面倒くさいからで5%しかつながんないんですよそういう状態でですね今度少し改善されましたけど まあ、今日のニュースはこの3つ一つ一つが非常に考えなきゃいけないニュースでした。にしても戦争しようと、まあ、こう決意したと思うと同じことですからこれはまあ日本人にとってはまあ容易にえと理解できる心理的には理解できることだと思います。もうう一つはです、ねえー、アメリカを少しし抜きにしようと えっと北朝鮮の問題は北朝鮮の隣の韓国国境を接している中国とロシアそれから近くにいる日本、まあ、この5か国で話しつけようじゃないかとか今まで6か国協議と言ってたものを5プラス1、まあ、アメリカに参加させてもいいよというこういうことにしようという揺さぶりの演説ですねそれからまあシベリア開発というのが非常に大切なので、まあ、ロシアにとってはですね、えー、そのついでに、えー、だんだんこの5か国で団結を深めて そして鉄道を、まあ、あ朝鮮半島にも敷き日本も協力して一体となって経済開発をしようというそういう提案ですね私の方は実はそれは危険なので大国が入ると危険なので北朝鮮韓国日本台湾フィリピンインドネシアという6カ国同盟というのはどうかというようなことを言ってるんですが、まあ、いずれにしてもそういう新展開が見られるようになってきたというのが、まあ、今日のニュースでは一番大きなものであります。 それから東京都のですね、えー、小池都知事になってから初めての政策がですね実は家庭の中の子供のいる家庭の中での、えー、喫煙の、まあ、禁止っていいますか条例ですから、まあ、禁止というわけでもないんですがまあ、えー、やはり法令ですからね、うん、そういうものができましたこれはですね私はもともとタバコの禁煙は反対なんですが私タバコ吸いませんしタバコの煙は大嫌いなんですがそれでもですね私は 禁煙自体に疑問を持っておりますまして今度の東京都のですね家庭内の喫煙の制限っていうのはですねこれはもう僕のまあ浅いかもしれませんが長い歴史の中で奴隷とかですねそういう人を対象にしてはあるんですけど国民を相手にですね主権者を相手にですね主権者に対して家庭内の行動について何かの制限を設けるっていうのはですねもう到底考えられないですね。 社会的に広く影響があるのでっていうのは分かりますけども自分の子供の健康を守るために東京都が家庭の親,親に指令をするということはですねもう逆転しちゃってんですよどっちが偉いんだって言うんですよね。民主主義まあ民主主義じゃなくてもですね実はもうこれはあの例えばあ戦前のですね大日本帝国時代にあってもですね、まあ、大体立憲君主制ぐらいまで政治がいけばですね 家庭内の行動を制約する法律なは、もともと法、法的にはやってはいけないことなんですよ。これ、違法なんですよ、違法。だから今度の東京都のですね、家庭内の喫煙を制限する条例というのは、もう完全な違法行為ですね。違法行為です。それでですね、なぜこういうのが違法な煙の、まあ、禁止って言いますか、条例ですから、まあ、禁止というわけでもないんですが、まあ、えー、やはり法令ですからね、うん。そういうものができました。これはですね、 いや私はもともとタバコの禁煙は反対なんですが私タバコ吸いませんしタバコの煙は大嫌いなんですがそれでもですね私は禁煙自体に疑問を持っておりますまして今度の東京都のですね家庭内の喫煙の制限というのはですねこれはもう僕のまあ浅いかもしれませんが長い歴史の中で奴隷とかですねそういう人を対象にしてはあるんですけど 国民を相手にですね主権者を相手にですね主権者に対して家庭内の行動について何かの制限を設けるっていうのはですねもう到底考えられないですね社会的に広く影響があるのでっていうのは分かりますけども自分の子どもの健康を守るために東京都が家庭の親,親に指令をするということはですねもう逆転しちゃってんですよどっちが偉いんだってうんですよね。 民主主,義まあ、民主主義じゃなくても、ですね実はもうこれはあの例えば戦前のですね大日本帝国時代にあっても、ですねまあ、大体立憲君主制ぐらいまで政治がいけば、ですね家庭内の行動を制約する法律な元々は、もともと法的にはやってはいけないことなんですよ、これ、違法なんですよ、違法。だから今度の東京都のですね家庭内の喫煙を制限する条例というのは、もう完全な違法行為ですね、違法行為です。 それでですねなぜこういうのが違法になるのかってことなんですねつまりですね為政者が為政者っつったって本当は公僕なんですけどね為政者が国民の自由を制限し始めると次から次からなってついに奴隷状態になるっていうのはもう歴史のよくし示してるところなんですよ。ですからですね日本国憲法も個人の幸福を追求する権利っていうのを認めていますしそれから子供っていうのはですね親権者が その幸福を考えるということになって、えー、と本人と子どもの幸福は一体であるというのは概念なんですよ。でですね例えばあの家庭の中で、まあ、風呂上がりに裸になってたらですねわいせつ罪陳列罪になるとかですねだからそれはねもちろんあり得ますよ、えー、と人間たるものをきちっと着物を着てるべきであるとか説はいっぱいあるんですねそれからだから今度の場合の問題点はですねもちろんあの禁煙が禁煙が賛成とか反対とかいう問題じゃないんですよ。 禁煙に賛成な人もぜひこの条例だけは守らないでほしいんですね。っていうのはですね、これはもう禁煙が適切かとかそういう問題をちょっと離れてるんですよね。家庭内の行動を条例とか法律で制限するということをし始めますとね、これはもうひどいことになるっていうか違法だからこれは多分裁判になったら東京都が負けると思いますけどね。しかし、そういう提案ですね。 私の方は実はそれは危険なので大国が入ると危険なので北朝鮮韓国日本台湾フィリピンインドネシアという6カ国同盟というのはどうかというようなことを言ってるんですがまあいずれにしてもそういう新展開が見られるようになってきたというのがまあ今日のニュースでは一番大きなものであります。それかからら東京都都ののののののの小池都知事になってて初めての政策がですね実は家庭の中の子供のいる家庭庭中中子いるでの えー、喫煙の、まあ、禁止って言いますか条例ですから、まあ、禁止というわけでもないんですがまあ、えー、やはり法令ですからね、うん、そういうものができましたこれはですね私はもともとタバコの禁煙はあ反対なんですが私タバコ吸いませんしタバコの煙は大嫌いなんですがそれでもですね私は禁煙自体に疑問を持っておりますまして今度の東京都のですね家庭内の喫煙の制限というのはですねこれはもう僕の まあ浅いかもしれませんが長い歴史の中で奴隷とかですねそういう人を対象にしてはあるんですけど国民を相手にですね主権者を相手にですね主権者に対して家庭内の行動について何かの制限を設けるっていうのはですねもう到底考えられないですね社会的に広く影響があるのでっていうのは分かりますけども自分の子供の健康を守るために東京都が 家庭の親,親に指令をするということはですね、もう逆転しちゃってんですよ。どっちが偉いんだって言うんですよね。民主主義、まあ民主主義じゃなくてもですね、実はもうこれはあの、例えば戦前のですね、大日本帝国時代にあってもですね、まあ大体立憲君主制ぐらいまで政治がいけばですね、家庭内の行動を制約する法律なは元々法、もともと法的にはやってはいけないことなんですよ。これ違法なんですよ、違法。 だから今度の東京都のですね、家庭内の喫煙を制限する条例っていうのはもう完全な違法行為ですね、違法行為です。それで、ですね、なぜこういうのが違法になるのかっていうことなんですね、つまり、ですね、為政者が、為政者っつったって本当は公僕なんですけどね、為政者が国民の自由を制限し始めると、次から次からなって、ついに奴隷状態になるっていうのは、もう歴史のよくし示しているところなんですよ。 でですすからですね、日本国憲法もうう個人の幸福を追求する権利というのを認めていますしそれから子供っというのはですね、親権者がその幸福を考えるということになって、えー、本人と子供の幸福は一体であるというのは概念なんですよでですすよ。ね、例えばあの家庭の中で、まあ、風呂上がりに裸になってたらです、ね、わいせつ罪陳列罪になるとかですね、だからそれはね、もちろんあり得えますよ。 えーと人間たるものをきちっと着物を着てるべきであるとか説はいっぱいあるんですね。それから